特撮作品では演技の他にアクションも披露。グラビアアイドルや歌手、タレント、女優としては映画やドラマ、舞台、CM など多くの分野で活躍されている長澤奈緒さん。2020年1月7日からスタートのドラマ、世代ウォーズでは、藤原愛、36、ロスジェネ世代役として出演されます。そんな長澤奈緒さん、どんなプロフィールや経歴をお持ちなのか、ハリケンジャーやハリケンブルー、ブログインスタや旦那、夫である元サッカー日本代表の中田浩二さん、二人のお子さんについてなど、気になったので調べてみました。長澤奈緒さんのプロフィール。名前、長澤奈緒。出身地、東京都。生年月日、1984年1月5日。年齢、36歳、執筆時。身長、165センチメートル。サイズ、B85cm、W59cm、H89cm、S24cm。血液型、A 型。所属、レースクルーエンタテインメント。趣味、料理、ドライブ、キックボクシング。特技、アクション。長澤奈緒さんは、1999年にデビュー。2002年、忍空戦隊ハリケンジャーで注目を浴び、同年、そのシオン監督の映画、自殺サークルで、映画初出演を果たします。特撮作品では、2002年、スーパー戦隊シリーズ第26作忍空戦隊ミノノナナミハリケンブルー役で出演。2007年の V シネマゴーゴー戦隊冒険者 VS スーパー戦隊や2011年海賊戦隊ゴーカイジャーでも同役を演じます。特撮作品にはその後も数回ゲスト出演しています。出演作で吹き替えなしのアクションを披露することが多く、仮面ライダー W に出演した際は、台本になかったアクション描写が追加されたといいます。仮面ライダーシリーズは、2010年、仮面ライダー W でリリー白金、インビジブルドーパント、声、役。2012年、仮面ライダーフォーゼで宇津木陽役。2016年、仮面ライダー1号、レイナ、イーグラ役。を務めています。仮面ライダー W では、第27話と第28話のゲストヒロインとして、若手美人マジシャンリリー白金、役で出演しています。リリー白金は、その後も、仮面ライダーシリーズに再登場しています。所属は、2003年11月に、オフィスパンドラから、現在の事務所、レースクルーエンタテインメントへ移籍。レコード会社のアクシブ、レーベックス連結子会社とキングレコードと提携して、女優やタレント活動をしていましたが、2005年3月に、キングレコードからエーベックスへ移籍して、完全にエーベックス系列に身を置くことになります。2009年、ニューヨークで撮影された日米合作映画、ホテルチェルシーで主演を務め、同年12月に、アメリカサウスカロライナ州で行われたマートルビーチ国際映画祭にて最優秀主演女優賞を受賞しました。ホテルチェルシーは、ニューヨークにあるチェルシーホテルの正式名称で、1883年にマンハッタンに建築され、著名な芸術家や音楽家、作家が滞在することで有名なホテルです。この映画は、そのチェルシーホテルが舞台のサスペンススリラーです。その他、女優だけでなく、歌手、タレントとして幅広く活躍されています。プライベートでは、2014年2月22日、長澤奈緒さん30歳の時、鹿島アントラーズ所属の中田浩二さん、当時34歳、との結婚を、自身のブログで報告。2015年4月3日、第一子となる男児を出産、2017年3月17日、第二子、女児を出産しています。結婚、夫、本名は、長澤奈緒さんは、2014年2月22日に、元サッカー日本代表の中田浩二さんと結婚しました。約1年半の交際期間を経ての結婚だったそうです。中田浩二さんは、1979年7月9日生まれ、現在40歳です。滋賀県出身、現役時のポジションは、MF、DF。
2014年12月、現役引退を発表。2015年1月には、鹿島のクラブスタッフとして、クラブリレーションズオフィサー、クロに就任し、クラブ運営をサポートしています。2020年1月5日は、長澤奈緒さんの誕生日でしたが、中田浩二さんと乾杯しているツーショットをインスタに投稿しています。仲の良さが伝わってきます。長澤奈緒さんの本名について、調べてみましたが、公表はされていないようでした。お子さん、ブログインスタ。長澤奈緒さんは二人のお子さんがいますが、31歳の時に長男を、33歳の時に長女を出産されています。息子さんは現在4歳になります。ブログによると、昨年末に初のアクションレッスンを受けたのだそう。男の子ということもあってか、アクションにとても興味があるのだとか。娘さんは現在2歳になります。剥がせるマニキュアに興味があったり、アリエルが好きなのだそう。二人のお子さんは、お母さんがハリケンブルーだということをわかっているそうです。長澤奈緒さんのブログ、インスタには、ご家族の幸せな写真がたくさん投稿されています。子育てしながら、女優やヒーロー作品に出演するのはとても忙しいと思いますが、1月スタートのドラマもどんなキャラクターを演じているのか楽しみです。今後も活躍が期待されます。以上、長澤奈緒。
저녁은왜디배그지저바바꽝냐저바바디배냐chứ đây con gì ăn phở nhá phở gà nhá không phải mì tôm mà rồi ok
này mà tiền. Đây đây đây. Ờ, đăng được không anh? Đăng đâu ấy? Đăng được không? À. À vâng. Thank you.
mà bố cất cho con, bố sợ mất thì. Nghe lời chưa Tùng? Tôm ơi, đi đây đây, xem anh đi về chưa, đi Tôm đi. Có cứ ở chơi đây một tí xíu, vẫn ra kia xem anh đi về chưa nhá.